いやー、てるくんどこや？あった。てるくんいらっしゃい。聞こえてる？つながった？お疲れ様でした。はい。あ、こんばんは。こんばんは。お疲れ様です。こんばんは。こんばんは。いらっしゃいです。こんばんは。すみません。遅くなりまして。いいえ。いいえ。とりあえずこの6人でやってます。パソコンだと今6人全員が見れてるんだけどね。あ、そうなんですか。すみません。いやいや、例えばね、こんな感じでパソコンだったら全員見れるわけ。なるほど。うん。すみません。でも、だからこれ50人ぐらい参加したら、50個マスが できるのよ、多分パソコンの場合。はあ、すみません、もう初めて、ズームに今入りました。はい。ズームってね、めちゃくちゃ使えるよ。で、俺ずっとね、最近デザイナーさんと打ち合わせ、ズームでやってんだよ。デザイナーさんは自分のパソコンの、3D の CAD があるじゃない。はい。あれを画面に見せるだけ。画面共有。画面共有ってやると、この僕のパソコンの画面が見れるわけよ。ああ。流れがあるかなんか。これがすごい大きい。はい。完全に画面が見えてます。見えてるでしょ？はい。打ち合わせがめちゃくちゃ、目の前に、デザイナーがいて、で、打ち合わせしてるのと変わらないくらいのすごいことができちゃう。これがテレワークってことですか？そうそう、自分で、これ今僕が各サブカメラの方で今、これ最近、うちのライブでね、これ僕ちょこちょこ使うの。この間作ってたルアーどんなやつでしたっけとか、で参加者の人がチャットライブで聞かれたときに、ええ、手元アップで見せられないじゃない、今。てるくんがやってるライブなんかだと、はい、画像があったり、はい、顔の前にこうやって、こうやってルア見せないといけないでしょ、こうやって。はい、これが、ズームだと、もう一台 iPhone でも何でもいいから、サブカメラ作っとくと、これを一画面にすることができるの、こうやって。ああ。なるほど。だからね、非常に便利だな。僕もこのコロナのおかげでこれを知ったんだけど。レオンさん、なんか最新ですね、常に。これを YouTube に同時にライブで流せるのよ。同時にですか？同時に。今これ実は YouTube で流れてるんだよ。で、YouTube で公開モードにすると多分300人とか500人とか見に来るけど、そうやったら今日内緒話ができるので、今日は内緒話の日だから、その限定公開の YouTube モードにして、キーだけ渡してるわけ。なるほど。だから今日は少々のこと喋っても大丈夫です。ああ、そうですか。うん。了解です。てるくんが Amazon のワニとセックスしたとかね、そんな話も多くて。なんと。あ、レオさん、このままいても大丈夫なんですかね。全然大丈夫です。あ、大丈夫ですか。全然6人大丈夫ですよ。ああ、わかりました。ありがとうございます。まあ、ボンバザテルと話できる機会なんかないのに帰っちゃダメでしょ。いや一応コメント欄に10時過ぎまでとなりそうなんで、それまでどうぞって書いてあったんで、いいのかなと思ったんです。ああ、いや、人数が増えすぎたら。ああ、そういうことだったんで。やばいこともあるんで、言ったんだけど、この人数で収まってるんで大丈夫ですよ。ああ、ありがとうございます。うん、そしてお言葉に甘えて、うん。あのね、ちょこちょこテル君と問屋の展示会で一緒になって、ちょっと時間が空いてるときにこういろんな話聞いたり、飯食いって話聞いたり、何より去年、小賀健君がアテンドしてくれて、みんなで中国行ったときに、結構てる君とはなんやかや食べに出たり、結構いい時間が持てたのよね。あ、そうですね。すさまじいよ、釣りの経験が。うん、いや、そんなことないです。アマゾンだもん。超非日常なのよ。もうせっかくだから聞いて聞きたいこと、地球さん。っていうか、今、じゃストレス溜まりますよね、海外行けないから。聞いたら余計ストレス溜まる？まあでも、すいません、今釣り行ってて遅れたんで申し訳ないです。ちょっとエキサイトしてしまって、すいません。完全に電話だよね、今日は。なんかいつも飛び吉ナイトゲームやってそうな気がしたから。あ、今日はもう飛び吉だけで、はい。デイゲームの飛び吉で。はい。
そうですね。どうでした？ああ、いっぱい釣りました。おお。って言っても琵琶湖難しいですよね。そんなやっぱりたくさん釣れたって聞くだけですごいなと思います。ですね。そうですね。でもまあ壺をつけば。はい。壺をつけば。多分普通に来てこう推測なしで投げててもやっぱ難しいってイメージはやっぱり強いでしょうね。うん、まず風を見ないといけないですしね。ほう、それを見るだけでこうどこに行くかっていうのも決まりますし、この山が外れたらもう対岸に渡るだけでもう半日かかるじゃないですか。はい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 。そういう山立てがまあ海に近いでしょうね。そういう意味では。もうウィンディとウェザーニュースのにらめっこですね。はいはいはい、海に近いっすね。どっちかっていうとじゃあ。てるくん酒飲んでも大丈夫だからね。俺飲んでも。すいません。僕はジュースで。危ないアマゾンの薬が入ったジュース。いや、まあそれをですね、レオン先輩に教えていただいて、あのハニーブッシュティー、ずっと愛飲させてもらってます。そのお話をしてもいいですかね。いいっすよ、いいっすよ。以前から、まあ、レオンさんは、存じておりましたけれど、その、年齢を知らなくてですね、ご年齢を。うん、去年までね。ええ。で、その、年齢を教えていただいたときにですね、あまりにも想像と違ってですね、その秘訣は何ですかって僕が聞いたんですね。うん、はいはい。じゃあよくぞ聞いてくれましたと。それはですね、ということで、ちょっと特別なお茶を教えていただいて、先輩から今から説明していただきたいんですけれど、そのお茶を、まあ家族みんなでですね、ずっと愛飲しております。みんな飲みやすいって言うでしょ、多分。はい。色も綺麗だしね。それと、うん、僕もそういうアマゾンのお茶とかが好きなので、結構、飛躍みたいなお茶があるんですけど。へぇ。それと。合法ですか、それ。合法ですよ。ゼナとかにも入ってますね。高いゼナとかに。あ、ゼナね、入ってる。はい、もう5000以上するようなゼナには、栄養いや、そんなの、バカ高いやつってね、ちゃんとしたものが入ってるか高いのよ、あれ。まあ、それが現地ではそんな価格ではないんですけれど、うん、まあ、僕はもう、生えてるところから、まあ、多少それも、健康に効いてるのかなという、まあ、とにかく、レオンさん、お若いじゃないですか。うん、驚異的なその、まあ、肌ツヤといいですね、とても、まあ、実際母親と同じ年齢なんですけれども僕の母親とですね、まあ、僕のお父さんのようなご年齢なんですけれども、自分で言うのはないけど、一緒に遊んでてこう感覚的に違和感ないもんね、全然ね。まあ、そうですね。もうちょっと上の先輩ぐらいの感じですもんね。うん、そのお茶の説明をよろしくお願いします。このうちのお客さんたちはね、もうライブの中で俺何度か言ってるから大体知ってるよね。あ、そうなんですか。修正さん、ルイボスティーの。ルイボスティーですね。はい。知ってる。今井さんは？ルイボスティー知ってますよ。うん。タクヤさんも見た？俺喋ってんの。何度か、はい、記憶にありますね。大学の先生とってやつですね。うん、そうそうそう。重要なことがあって。これはもうみんなも特にテル君には始めたから聞いててほしいんだけど、はい、30年近く飲み続けてんの俺は。なるほど。そこが一番重要なのよ、うん、はい、だから例えば顔にシワ入りだして急にこうシワ取りクリーム塗ったって遅いわけよ。もう若いうちからちゃんとやっとけばコーラ、ここしかないもん俺。親父はお茶の水博士だったし、お袋はそう白髪だし、だからよくね、
そう遺伝でしょうとか体質でしょうとかいう人がいるんだけど、確かに遺伝も体質も一定量は当然そうなるんだけど、でもそれを相当抑え込むことができるのはもう間違いないです。で僕はこれを南アフリカのねセバラダグ地方の長寿村行って、そこからこの草を取ってきて、名古屋大学だったっけ、愛知大学だったっけ、岩崎さんという教授が一生懸命調べたら強烈な抗酸化酵素を持ってると。つまり酸化しないってことは腐らないとか老けないってことなんで、その抗酸化酵素をどん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 毎日毎日、長年飲み続けることによってなんとか保ててる状態なのよこれ、僕が多分テル君この前赤塚さんも売り出しの時に聞いてて速攻買ってましたよね、その場でフィッシュマンの赤塚さんも その場で買ってましたよね。だから体の状態がこう酸化して悪くなってるかけていってる状態が抗酸化酵素を言われた通り1日1リッター以上毎日飲むことによってやっぱりそこが保ててるんだよねだと思うよ。レオンさんを見たら信じる気になりますね、その頭を聞くとだけどあの山ラッピは俺は詐欺師だ詐欺師だって思うこともこの間もライブで俺を8回言ったよ、レチクさん詐欺師だ言ってましたね見た見たなんか言ってた言ってた、あれ 水でもなんかすごい値段で売るだろうって言ってましたよね。そうそう水道水を300ミリをレオンさんだったら800円で売れるとか言ってた売れるかっつう。まあでも普通のレオンスティとちょっと違いますよね、味もね。違う、だからちゃんと本物飲まないとダメ、ま、なんか全然違います、ダメダメ、本当にあのスーパーに売ってるようなやつはダメですよ絶対最低限薬局で買うかネットでできればあの南アフリカ政府のあの3スターの承認がついたやつか、それか僕の友達が、うん、あのその名古屋大学の岩崎教授のお弟子さんが僕の高校の時の同級生してる、それがねあのずいぶん早くからもう40年ぐらい前から、健康食品の会社を始めた、マルモってひらがなでマルモっていう会社の株式会社マルモが日本で初めてルイボスティーの販売を始めた会社なの。セダルバーグ地方 その村の人たちが自生してる赤い国産のヤブを取ってきてたのね。そこのを使い始めたのがマルモなのよ。ところが日本で流通に乗せるようになったらね足りないのよ、自然に生えてるやつじゃ。で、井上教授があの南アフリカ政府に話を持って行って農園作ってもらったのマルモ用に。で農園でちゃんとこう栽培できるような仕組みも全部岩崎教授が段取りして、つまり流通のルートまで作って、日本で丸もね販売させるっていう形を取ったらどん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 いろんな企業を乗っかってきて、で今やそのルイボスの畑って随分広大な畑できてるんだけど、例えばあのロマネコンティがなんで高いのかって話よね。ロマネコンテをが生産されるブドウ畑は南向いたこう一面にあるブドウ畑なんだけど、そのごく一角だけがロマネコンテなのね。日当たりや下の岩盤質や土の質やの層がこうブドウがガーッ生えてる、いろんな農園さんがこうくっつきもつきでやってんだけど、ロマネコンテの持ってる畑の中でもごく一面だけが最高の状態にあって、それだけがこう1本50万とか100万のワインになっていくのと同じように、ルイボスもちゃんとしたものをちゃんとした育て方しないと、さっきテル君が言ってたようにあの本当の抗酸化酵素の効能は得られないわけよ。でなおかつその中でもロマネコンティがあるってことよ、ルイボスにもああなるほどね、こういうの分かりやすいかな、理解しやすいかな。レオンさん、テレビショッピングやりましょうよ、それで。フィッシュインで販売すればいいんですか。あ、そうそう。だけど安いもんだからね、ルイボスティーって。まるもんだったらですね。もともと高く売ろうとしてないんで、もう全く。まるもで十分ですよ。ただ、もう一つコツがある。これ覚えてる？テル君。何ですか、コツ。適量を大きなやかんで、水からぐつぐつ煮るでしょ？はい。沸騰したら、
弱火にするんだけど、はい、沸騰して終わりじゃないからね、普通のお茶じゃないんで。沸騰したところから煎汁が始まる。ごく弱火でクツ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 。とことん絞り出す。なんと。なんと、ほらほら、間違えてた。あ、いや。ほら、損してた。そうですか。うん。煎汁弱火で。うん。そうするとね、もっと色も濃くなって綺麗になるし、何よりその奥の奥まである抗酸化酵素をしっかり抽出できるんで、もう薬ってそうでしょ、作り方が大体。煎じ薬っていうでしょ。そう、漢方はそうです。うん、漢方そうでしょ。あ、漢方詳しいですか、今。はい、詳しいです。え、漢方詳しいんですか、お詳しいんですか。え、東洋医学専門家です。あ、専門家なんだ。すげえ。僕がもう一つ飲んでるお茶は、現地ではウニャジガットって言って、うん、英名ではキャッツクローですね。それにあのシャーマンみたいな人がまたカラパナウバって、僕が飲んでるのはカラパナウバっていうのとキャッツクローですね。で、10年ぐらい前にそのキャッツクローはあのファイザー製薬が特許を取ったんで、ガンに効くということで、ファイザー一気にその希少なものになったんですけれど、アマゾンで、どれぐらいですかね、 10キロ四方に1本しか生えなくて、大木を締め殺していく鶴の繊維なんですけど、そこにこう大木をこう締めていくのにこの猫の爪みたいなのが生えてるんでキャッツクローって呼ばれてるんですけど、それはなかなか日本では手に入らないというのを、先輩のお茶と2つ飲んでますいつもまあそのいろんなものが世の中にある中でルイボス分かりやすいし、価格も安いし、大量に作れるし、実際に一定以上の効果があるし、今井さんなんかもう専門家なんかピンとくると思うんだけど、ルイボスのいいところはノンカフェインなんで、タンニンもゼロなんで、そうなんです。ゼロ、タンニンゼロってことは赤ちゃんにごくごく飲ますことができるから、うちの息子はルイボス育ちなんで、昨日、うちの社員の子もおめでたというかこうできたという報告があったんで、はい、奥さんにも勧めてました。あのね、本当に僕はまあこれを日本に持って帰った先生本人から聞いてるんだけど、育児で白湯を飲ますじゃん。はい。うん、あるよりはルイボスを冷まして哺乳瓶に詰めて飲ました方がいいよっていうのを言ってたよね。どう分析してもそういう成分しかないって言ってたもん。で、とにかく優しい、ひたすら体に優しい。で、成人の僕らは1日 1.5 リッター飲めって言われたもん。ちゃんと正直に守ったい。毎日 1.5 リッターぐらい飲むように一生懸命心がけて。なかなか今はそうもいかないけど。いや、僕も麦茶並みに飲んでますよ。ごっくごく飲んだ方がいい。ごっくごく飲んでます。キャッツクローもなんだけど、アフリカとかアマゾンとか行くと怪しいものがいっぱいあるよね。そうなんですよ。自分から聞いた宇宙へ飛んでいける何あれ、試したい。もうええどころじゃないよ、地球さん。話何よ、あれ。宇宙飛んでいけるって。宇宙へ飛んでいけるらしいの。俯瞰で見れるらしいよ、地球を。それは精神が飛ぶとかそういう話ですか。わかんねえね。幽体離脱の強烈なやつができるみたい。教えてたよ。なんかそれなんか半分死んでるんじゃないかって気がしますね。そうそれはナス D も言ってたと思うんですけど、うん、ああ、ナス D ね。ペルーの、うん、まあそれも、まあ、シャーマンの村っていうのがあるんですけど、そこでこうっているっていうものです。植物の鶴ですね。それはあんまりちょっとなかなかナス D も公共の電波では流せなかったんですけど。あ、やっぱない。まあ、ナス D が通ってるルートとかっていうのはまあまあ普通に誰でも行けるあれなんですけど、そこから僕らは何の情報もない釣りエリアというか川に入っていくんで、
うん、まあ、ああいうとこ通るのは、まあ、日本ではすごい番組のようですけれど、まあ、あんなの普通なんですね。いいですね。で、そこに出てました、そのペルーの、そのシャーマンの村に行くと、その、使った、世界でこう、お医者さんに見放された、もう、難病とか、奇病とかあるじゃないですか。あと精神的にもう、病んでしまった人が最後の救いを求めて世界中から来てますね。うん、そこ行くだけでもなんか大変そうな感じに聞こえますけど。そうですね。まあ行こうと思えば行けますね。あ、そんなに奥地ではないんだ、そんなに。そんなに奥地ではないですね。バスで何時間とか走る、ごたごた。ペルーのリマから、アンデス山脈をまたいでアマゾン側に降りてプカルパっていう大きな町があるんですけど、そこからちょっと行けば、うん、まあまあ普通バックパッカーなら普通に行ける感じです。とりあえずそういうのは試してみるんですか？まあそうですね、僕はもうあの経験せずに喋るのはあれなので、あ、それやっぱ、ま、危ない目っていうかそういう目にも会ったことあるっていうことです。そうですね、もうそこはさせていただきたいんですよ。こ経験したことないことはほとんどないですね、そういうことが。たくやさん、ナイスツッコミ。俺なんかはあの見てきたような嘘を言いという講釈師タイプなんだけど、僕は全部実体験でしか言わないからね。いいツッコミです。それはもう北米から南米版で1年であの北南米縦断の旅に出てたんですけど、途中で南米に入るとアンデスルートって言って、南米の左側がこう山脈になってるんですね。昔アマゾンっていうのは反対に流れてたんですよ。東から西に流れてたんですよ。そのもう大昔ですよ。人類がっていう前です。でもアンデス山脈っていうのが隆起してきて、流れが反対になったので、海の生き物が閉じ込められたんですよね。南米淡水エイとか淡水アンコウとか淡水フグとかピンクのイルカがいるよね、川の中に。はい、イルカとかっていうのが、面白い、まあ、陸封されてるっていう、まあそれが完全に証明されたわけではないですけど、そういう説もあるという、まあでも実際海にいる生き物が全部淡水でいるんですよね。あの恐竜の化石とか、もうアンモナイトだったらもう一つの町がもう階段までアンモナイトあるみたいな、そこがありますね。あの化石好きの人も聖地です。話を戻しますと、はい、このアンデスルートはもう世界のもう不思議なものばかりあるので、世界不思議発見とかでいっぱいクイズになるじゃないですか。マチュピチュにナスカに、もう、もう本当に宮崎駿の世界なんですけど、まあそこであの、まあ、旅人というかバックパッカーが一番にその不思議なものに名を挙げるのがそのアスカという、シャーマンを使う飛躍ですね。あの難病の人たちが集まってきてますね、世界中から。だってもう現代医学ではどうすることもできないという人がその最後の藁をもつかむ思いで、ただ会った人はもうすごくそれで治ったっていうことを、僕力いろんな人にこう会ったらあの力説されます。なんか受ける病気でっていうことで来たらしいんですけど、見てください、なんかそんな人いました、アトピーが治ったとか。その手の話であの僕が直接知ってる、結構もう一般的に公開ホームページで公開されてる一番有名な話が、あのジー・ルミスですよ、ゲイリー・ルミス。はい、ゲイリーがもうアメリカみたいに割と医療の進んだ国に住んでいながらがんになっちゃって、国立がんセンターねの、それもゲイリー・ルミスぐらいになると日本と違ってあの釣り人の位置が地位が高いのよね、アメリカって。でゲイリーくらいになるともう大統領がおわーゲイリーって握手するぐらいの、まあ、スターなんですよ、向こうじゃね。でゲイリーはもうまさしくその手の人物で、だからその国立がんセンターのアメリカのね、一番優秀な医師がもう主治医でついてくれて、
癌になったゲイリーをこう面倒見てくれてるんだけど、もう余命3年だかをこあの告知されたのよね、その医者から。で結局 G ルーミスを手放すようになった原因がその癌になった。で余命2年の宣告されたから、はい、これは困ったと。で自分が50年かけてやってきたその G ルーミスの竿作りの技術と、設備と会社と職人さんたちをが自分が死んじゃったらダメになるから誰かが面倒見てくれないといけないって一生懸命考え出した結論が、世界一のリールを作るシマノというメーカーだったら、G ルーミスをちゃんと、これからも続けていってくれるんじゃないかって思ったらしいよ本当に。でシマノに話持ち込んで結局 G ルーミスをシマノがに売却するわけよね。でゲイリーはその後何したかって言ったら、彼の一番の趣味は釣りじゃなくて、まあ後年の趣味なんだろうけど、釣りじゃなくてハンティングなんでね、鉄砲撃ち。で、最後の2年は奥さんもなんかハンティング好きらしいんで、奥さんと2人でアフリカへハンティング旅行に出かけるわけ、ゲイリー・ルーミスが。で、部落から部落へこうずっと移動しながら、もうガイドもつけてお金もあるんで、でアフリカをこう旅する中で、ある部落に行った時にそこのシャーマンから、そこの村長が、あんた具合悪そうやなと、うちシャーマンすげえのがいるからちょっと見てもらえって言われて、おじゃあちょっと見てもらおうかって言ったら、そのシャーマンが見事にあの腎臓だか膵臓だかちょっと僕はっきり覚えてないんだけどの癌を一発だったらしいね。な手で触ってかざして、あなたここが悪いと、で俺今から薬作るからこれ飲めって言われて作ってくれたのを、嫁さんにどうしようかって言って、まあ、あんたどうせ2年で死ぬと言われてんだから何でもいいから試してみたらって言われて、うん分かったみたいなノリで、毎日そのシャーマンが煎じてくれた薬を飲んでたんだって。でえらく体調よく過ごして、まあ、当然ビザの関係があるから一旦アメリカに帰んなきゃいけないよね。でアメリカに帰って、まあ、帰ったら当然余命2年で宣告されてるわけだから病院行くじゃん。行ったらね、検査してもらったら驚いたことに、その検査の数値が癌がなくなってた、寛解したって書いてあるよちゃんとホームページにえって話よね。余命2年がね寛解してんだよ。でうわ俺って治っちゃったよってなったら周りがほっとかないよね。ってまた頑張って仕事できるんだ、もうそのしゲイリーの作るロッドのファンだった人は、いや治ったんだったらゲイリーまた竿作ってよって、君が作る竿じゃないと俺使う気にならないって言われて、もう結構な高齢で70過ぎから、ゲイリーはまた新たに資産投じてノースフォークコンポジットっていう窯を起こすことになったという話があるわけ。これテル君は知ってる話だろうと思うんだけど、知らない人は今聞いといて。いやちょっとすぐに思いついたんだけれど、あえて言わないんですけど、自分は。あ、てる君、今6人いるけど、背景にインクスレベルって書いてあるでしょ。はい。地球さん。はい。よろしくお願いします。あ、よろしくお願いいたします。バーチャル背景がインクスレベルって書いてある人は、うちのスタッフなんで。あ、今後ともよろしくお願いいたします。今後ともよろしくお願いします。ちなみに、コンピューターのいろんなことのプログラミングをしてる、もうチーフデザイナーです。いやいやいや、なんか適当な。おでこの広さを見たら大体わかるですよ、頭脳の。すごいですね。脳みそが倍ぐらい入ってるから。今井さんも脳みそが多いのを隠してるね、タオルで。ああ、そうです、そうです。そうですよ。いっぱい入ってる。まあ、でもなんか、僕の統計上、頭の大きい人は賢い人多いですね。ですですです。やっぱり、なんか単純そうですけど、大体それ当てはまってるような気するんですけどね。はまってる、はまってる。期待が狭い。あくんもおでこ広かったですね。やつは東大大学院まで行ってるから、ちょっと出来が違うし、おでこ広いよね。大体そうよね。俺、おでこ狭かったもんね、若い頃。なんかこう普通になったけど、めちゃくちゃ狭かった若い頃。ほとんど猿みたいにこうぐーっと下まであった。年々賢くなってくるんですね。
あの人より40年遅れて進化してる。で南米とか行くとあれなんでしたっけ、予防接種とかいろいろやらなきゃならないんでしたっけ。あ、聞きたい。あ、それは取得に越したことはないというのと、あとその行く国によって打つものも変わるんですけど、僕最近は そこまで頻繁に行かないので、やっぱり全部打ってるとですね、かなり高額になりますので、僕が前世でやってる時はほとんど打っておりません。で厳密に言うともう5年ぐらいでもう効かなくなるものが多いんですけど、今はもう生活に余裕があるのでむしろ打ちに行ってるんですけど、昔はもうその余裕すらなかったので、もう死んでもいいと思ってやってたんで実際で言うとほとんど打ってません。でその長期でいるのでマラリア薬も飲んでられない。マラリア薬は予防接種ではなくて、予防薬なので、その長期間飲み続けるのはちょっと困難なんですね。じゃあもうてっきり僕はマラリアにかかって一生マラリアです。え、あのそれ前にも聞いたけど、一生マラリアになったら平常どんな苦労があるの。まあ言うたら肝臓にその爆弾を持ってるような感じなので、日本にいながらにして出ます、体調が悪くなると。どういう症状。急に40度以上の熱出ます。うーわー、で、まあ原虫というウイルスとかではないので、虫それがこの 2,3 日ごとにネズミ残式にバカンバカンって増えるんですけど、うーわ、発作を3回以上ぐらい繰り返すともう死ぬんですね。で一番怖いのはそれの耐性マラリアといって、日本で認可されてる薬が効かなくて、耐性になってた場合はもう死ぬしかありません。でもアフリカとかにはその耐性マラリアとかいうのが出てきてるのが問題になってるんですけど、日本にはいい薬がないんです。まだ戦前のあの塩酸キニーネとかいうあの金魚発展病を治す薬しかまだないんですよ。超激毒薬ですよ、キニーネ。ストリキニーネですよね。だから日本で出た時はもう、うん、普通風邪とかで救急車呼ぼうっていう気にはならないじゃないですか、うん、マラリアはもう出たらもう自分でもう救急車自分でかけるレベルですね。もう怖くて、あの、うわ、熱なので 今でも時々出るの、うん、それがもうだいぶ長い間出てないので、もう 7年ぐらいは出てないので、治ったのかもしれませんけど、治ることもあるみたいですね、うん、でその塩酸キニーネを飲むとですね、まあ、まず目が見えなくなるんですけど、視力がすごく悪くなって、その飲んでる時だけですよ。コンビニの袋をですね、手でシャワシャワって触るとなんか脳天から聞こえてきますそれが不思議なんで、ずっとあのコンビニ袋を手でシャワ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 って、なんだこれみたいなに僕はなりましたけどあのでも聞けば、まあ、大したことない病気というか、なので海外とかその今現代もっと進んでるんですね、マラリア薬が、うん、あ、でもこの前僕感染症センター行ったらもうその薬もあったんで、ちょっと一昔前と違うような気がしますね。テル君がアマゾンを旅してた頃よりもずいぶんそこの環境が整ってきた、医療環境が日本も、うん、そうですね。で僕は今もうそれを買ってきてもう常備持ってるので、はい、20いくつで行ったんだっけ。20後半ですね。まあ最初モンゴルからだったんですけど、でそんなそのモンゴル、東南アジア、アマゾン、特にアマゾンに色濃く通って20代後半から行って30代前半ぐらいまであちこち行ったんだろうけど、もう現地で何かトラブルがあって音叉に襲われて食い殺されるとか、アナコンダに巻かれて死ぬぐらいの覚悟も当然していたんだろうけど死んでもいいやっていうぐらいロマンを求めて冒険の旅に出たわけで、でも、はい、死なずには帰ったけど、まあマラリアでちょっと苦しんでるけど、最初の死んでもいいやっていう覚悟からしたら全然ハッピーな状態ね勝手なこと言ってる。まさか自分がこんな釣り業界に入るなんて思ってなかったですし、でも1年目に行った時に、うん、
初めてアマゾンに行った時に、もう他の大陸とは明らかに違う魚種数と、うん、魚の濃さ、ルアーフィッシングとしての本場感が、うん、自分が今まで知りたかったルアーはこう動かせばこう効くとかいう、このカラーはどう、なぜかっていうのが、日本で一生やっても僕自分ではそのみんなが言ってるようなことは実感ではわからないだろうなと思っていることが、うん、急速に覚えやすいというかですね。うわ、それもうすごい具体的に大まかなところだけでいいからそれ聞きたい。日本にいたら知りようがないような、そのなかなか強烈なルアーの使い方、まあ、ある意味そういった部分ではもう先進国なんだよね、まあ、先進国というか突き詰めたところまで行ってるってことだよね。検証と結果が早いです、うん、明らかにそれがもうワンキャストでいっぱい出てくる環境だと、うん、このカラーとこのカラーが違うとか、なぜこうなったっていうのというのと、うん、あとは引きやすさですよね、スポーツ的な。同じ、どれでも釣れるんですよ、ルアーは。うんうん、このルアー釣れますかって聞かれたら、どのルアーでも釣れますって感じなんですけど、うん、どこの部分が効率いいかですよね。その全体のバランスとして、その全体の動作とバイト数に関して、どこが効果が高いのかっていうのを、やっぱり如実に覚えれるんで、でもうアマゾンに行くと、もう小さい子供が、もう川の横に住んでる子供とかだったら、もう全部僕のタックルボックス開けて、これ釣れる、これ釣れないって分けます。最初は日本のルアーが多いんですけども、僕も持っていたのが日本製が多かったんですけど、どんどんもうアメリカ製が増えますね、ヘドンとか。ああ、うん、それなぜ？で、ルアーは、まあ、魚はそんなところ見てないっていうところがすごく大きいというか。アクションとかめちゃくちゃ聞きたいです。ね、一生懸命その想像だけでこうかっこよく作った日本製があっても、実は魚はそんなとこ見てないよって話を聞いて、ね、日本のリアルミノを全部釣れない方に振り分けられます。俺ずっと言ってるじゃん、地球さん。うん、俺そのことずっと言ってるよね。だって俺は日本にしかいないけども、実体験で理解できてるから、はいはい、俺テル君のその話聞きたい、具体的に。アメリカのルアーレベルがすごく高いなっていうのは感じますし、あと考え方が、うん、まあこれはバスの話なんですけど、バスはフックからは全然考えないじゃないですか、考え方が、うん。この魚を取るにはこの大きさとこの強度の針が必要ならば、これに乗せるボディはっていう、針から考えていくことが多いんですけど、日本はもう魚種数が決まってて、サイズもその淡水とかだったら決まってるんで、その文化がまずないので、うん、針を重くしたら動かなくなるルアーばっかりなんですよ、日本の。はい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 。最初にウェイトが入りすぎてるんですね、もうミノーとかで、マッコとかで言うと、うん、もうフックを変える前提がないので、うん、後から足すことはね、板重りとかで足すことはできても、もう抜くのは結構、うんうんうん、手術が必要になるじゃないですか、うん、あと飛距離を求めすぎるとどんどんルアーの、そのフローティングのルアーの場合性能が落ちていくので、うんうんうん、フローティングが特にね、はい、だからまあちょっとソルトの方はちょっと置いといてですね、置いといて、まあ、ちょっと淡水だけの話なんですけど、そうなってしまいます、どうしてもってなると、そのフックを使えて浮力も有しててってなると、やっぱりアメリカとかでずっとこう長く生き残ってて名品と呼ばれるものは、うん、やっぱり未だに一軍です。うーん、そうなるよね。もうザラゴッサなんてその最たるもんかもわかんないし、はい、うん、そうですね、もう名品はもう、あの意味があって名品ですね、確実にその機能として、うん、なんとなくじゃないです。ザラゴサなんて100年超えてるもんね。意外に、タックルベリーで安く中学生でも買わないようなルアーが実はもう一軍であるので、もう僕にはとってはもうありがとうって感じです。宝の山ですね。宝いや、その根底が違う、そのこの魚を取るためにはフックはどんなフックが必要か、そっからルアーのボディが後付けっていうところがすげえなと思う。もう根底が違うよな、スタート視点が。まあ偉大な海外のルアー文化が今ごっそり消えようとしてるので、
うわ、あの今後のルアーフィッシングの未来は大丈夫なのかっていう、今若いバスアングラーの方とかがもうアメルアを知らないっていうところに、とんでもない危機感を覚えますね。で今流行りのそのプロモーション合戦をやってるとこばっかり話題になって、ルアーの一軍なんてものがそう簡単にひっくり返ることないはずなんですよ、うんうん、本当はね。ちょっと胸が痛くなる話をね。でもあれだよ、もう俺なんかね、メバリングアジングっていうそんなところの立ち位置じゃない、業界的には。そんな中でも今テル君が言ったように、その歴史の重みっていうかな、あの ルアーという文化と歴史とその根っこにある本、その本物をね、どんどんさっき言ったように日本人の特に近年ルアー始めたアングラーさんたちは知らないで、知っててもどうしても新しいものが魅力的に見えてしまって、それで負けてしまって本当の良さが理解しないまま終わっちゃうのが何とも悔しいから、俺は自分とこのブランドの外にあるそのフィッシュインというウェブショップで、例えばもうね、ライトゲームだからもうある意味仕方ないとこがあるんだけど、その中でもトーピードの中のタイニーのサイズをメバルチューンしたり、いやだからすごくね、すごいところを押さえてるからいつもびっくりするんですけれど、いやーね、やっぱりね、あの温故知新だと思ってんの僕は。で伝統と最先端はきっちり交わってちゃんとした融合して進化しないといけないのに、もう温故がないのよあのでもフィネスとか、ソフトベイトに関しては、うん、日本はとても優れてて世界にも尊敬されてます、うん、確かに間違いないとか。でもあの日本のそのソフトベイトのリグみたいなのがとても尊敬されてて、うん、釣れない魚を釣ろうとした時の日本人のそのこの手具合は素晴らしいんですけど、ビッグフィッシュを取るっていう方向に向かっていくと、うん、やっぱりもう一つですね、あの記録級とか想定外の魚を取っていくっていう方の道具に関して言うと、うん、とても弱いです。弱いし、プラグで言うとそのいろんなタイプの主だったそのタイプのプラグがあって、それの原点を守り通せてないよね。でもそうですね、あの、うん、それがすっごい気になって嫌になってね。例えばザラパピーとタイニートーピードとっていうふうにやってるけど、次にフィッシュインでこう やりたいなと思ってるのがもうこのレーベルのポップアール、はい、まあ、この辺メバルとか釣りやすいんで、とにかくこの辺から小出しにしていって、もっともっとその本物の強さを消さないように残すようにしていきたいなと思ってね、その辺をちょっと力入れてるわけですよ。だけど確かにテル君言ったように、あの小物釣りとかライトゲームに関してはもう本当に日本は世界の先進国なんだけど、先進国です、はい、真反対が抜けてるのがね、もうなんとも悔しいっていうか情けないっていうか、やっぱりのルアーの面白さがどんどん理解できなくなっていってるんで、環境なんて仕方ないと思います。どんどん魚が出てきますし、うん、アングラーが異常に多すぎます、この国土に対して、うん、もうフィッシングショーでも魚より多いんじゃないかっていうぐらい人確かにね、やっぱりアマゾンとかだったら1日に1人も会わないですもん。1週間で本当に 2,3 人見たなっていうぐらいの、それもとんでもない範囲移動するんですけど1週間ではい、いわゆる開業的なことを始めるにあたって、まずアジアから皆さん行かれるんですけど、アジアが意外と難しいんです。その日本と変わらないぐらいアングラの数がいて、キャッチ&イートでとてもすれてるので、海外行ったから実は簡単だと思ったら難しかったっていうことが、アジアではすごく起こるんですけど、それがもう一歩外れて、まあオーストラリアだったり近場だったらパプアとか、そういうこのやはり人の少ないところに行くと、やっぱりまだ原始のままの世界が残ってるというか、するともう想像絶する世界ですよね全部。うん、本来はこんなにたくさん魚がいて、ルアーにこんだけ反応してっていうのが、やはり
地球のポテンシャルを一度見とくっていうのはすごく大事なことやと思いますね。素敵な話だな。いやすいません、なんか僕ばっか喋ってごめんなさい。いやいや、今日はそのまま僕そんなつもりで来てもらったんだから。みんなあれですね、うん、そういう話聞くと、レオンさんやってたのって、業界的に見ると異端に見えるけど、実は王道だってのはよくわかりますね。いや、でも俺、小出しにしかしてないからね。王道ですよ、王道ですよ。これぐらいの小出しでないと受け入れられなくなるから、うん、色物になっちゃうんだよ。色物じゃないんだよ、うん、本当は、うん。それね、僕ももう見た目がこれなんで色物にされてしまうんですけど。これで言えばもう世界では当たり前みたいなことをやっててもなんかこう異端みたいになるんですよね、うん、これ多分ね、世の中の人は例えば僕がテル君と二人きりで対談したら何ちゅう組み合わせやとしか思わないのよね、うん、その根っこにあるものが分かんないから。俺はもう最初からまだボンバダテルっていうネーミングでまだ全国的に有名になってないとこからずっともうチェックしてたのよ実は。うーわ、なんか素敵な男いるなと思ってもう興味持ってずっと見てて、まあだから本当フィッシングショーで生ボンバダに会えた時はもうすんげえ嬉しかったし、でちょこちょこ話し、本当にちょこちょこだったよね最初はね、挨拶程度で、はい、でマジでちょこっと絡んで一定時間話したら、あ、求めてた何かこうルアーフィッシングの真髄を持ってて、まあ、今日もそんな話になってるじゃない。こんな話なかなか地球さんできないと思わない、うん、ない。すいません、なんか もったいないぐらいね、ほんとわずか18人しか見てない。こんな話聞けないから本当に。テルさんのおひげってあれですよね、世界で旅するのにあった方がいいっていうのでつけられてるってどっかで見たんですけど、まあひげというよりか髪の毛が絶対的にそうなんですよ。やはり南米とか治安悪いので、日本人って見られるだけでやはりトラブル多いんですよね。絶対的にお金持ってますし、それがそんな人間が路上のベンチで寝たりするので都合の悪いことが多いんです。お金がなかったのでもう宿代とかもきつってたので、まあそういう意味でこうなっていったっていうのと、虫とかに刺されないですし、へ、首とかをですねっていうのがあったんですけど、ヒゲはもう後付けで、髪の毛伸ばしてるのにヒゲだけ剃るのおかしくないって前の会社の社長に言われてですね。でもその時に思ったんですよ、人間普通にこうヒゲは生物学上生えてくるのは、それを剃ってしまうのはアメリカザリガニのトゲを剃るのと一緒なんだって思って、一回伸ばし始めて、伸ばした後に一回ねブースに立たなきゃいけないということで、なんかもう僕も業界に入ってなんかもう浅かったので失礼やと思って一回剃ったんですけど、なんかパンツ脱いだぐらい恥ずかしかったんで。もう一回生やしちゃうとなかなか難しいなみたいな。でってことは俺たちはフリチンで歩いてるようなもんなのか。それが、その時に思ったのも、結構社会人で大きくなってきてからずっと剃ってるから、うん、自分のヒゲの生えの癖とかすら分かんない、知らなかったんですけど、うん、それもなんかおかしな話だなと思ってこう伸ばし始めると、うん、今もうそれとなんかこう自由をそがれたような錯覚になってしまって、あ、ちょっと戻れないなっていうとこですね。いいなね、 うちの嫁がね、うん、ちょっとこうおしゃれな薄らひげ生やしただけでも嫌がるのよ。実はねものすごい憧れてるんだよ。だってオスとメスって考えたときに、オスの特権なのよ、ここに毛が生えるって。これをね、毎日剃らなきゃいけないってのは、どこか間違ってんだよね、本来。ずっとそう思って生きてきてんだけど。例えば、100年後にもし、ね、その常識が変わってるときに見たら、うん、結構おかしいかもしれないじゃないですか。いや、こんなもんね、単なる思い込みで、単なるね、
時代の常識なんだもん。概念ってプラスとマイナスひっくり返るし、全額も全部ひっくり返るから、時代が変われば何が正しいか、それ別問題だよね。で、そう考えたときにどちらが自然なのかって考えた場合、まあ僕はそれに従ってるだけです。いや、もう本当に憧れるそれ。だって悪魔みたいに言われてるルシフェルは実は天使だからね。それぐらい概念変わるからね。本当に。いや、でもその挑発が合理性から来てるとは知りませんでした。うん、いや、そうですね。うん、なんかもうファッションなんだと思ってたもんだから。いや、かやですから。かやですね。それがこっくりしてる間はこう払えないので。ああ、うん。もうすごいんですよ、虫が。いろんなもう、蜂やら、アブやら、虫の種類もすごいので、ね、やっぱりやってる最中、まあ、僕、猫毛でそんなに髪の毛がこうゴワゴワしてないんで、こうできると思うんですけど、うん、全然気にならないというか、で、お金も節約したかったんで、もうこれ全然散髪代かからないんで。うん、まあ、それそうですよね。南米でも野宿してたんですか？さすがに危ない目とかっていうのはあったことはないんですか？いや、いっぱいあります、いっぱいあります。そうですよね。でも、その若かりし頃だったんで、宿代をケチってでも、あの美女に行きたいという、そういう時期だったので、3日宿、安宿我慢したらいけるというのがあれば、まあ、そういう、こう、不純な動機なんですけど、あの、とにかく節約しないと、ブラジルで言うと3ヶ月がマックスなんですね、ビザが。さらに延長して半年がブラジルに入れる最大の日数なんですね。うん、で、半年ブラジルに行って、半年日本っていうことは、まあ帰ってくるんですけれど、その帰ってきて半年で100万ほど資金を貯めて戻るっていうのは、もう至難の技なんですよ。うん、普通のフリーターでいれば。うんうん、その時の生活もありますし、行ってる間の少しのランニングコストもあり、日本のランニングコストもありますし、じゃあもうまず安アパートですらいないのももったいないんで、引き払ったりしても、ギリギリでずっと続けてたんで、しまいにはもう年齢がね、30いくつとかになってきて、ずっとそんなことしてるもんなんで、今度は感動されるわけです。もう親族会議が起こって、いつまでこんなこと続けるんだっていうことで、うん、もうおじいちゃんおばあちゃんが泣きながら、それもうそれほど辛いことがないというか、それきついっすね。ええ、だからもう今に見といてくれと、これで自分にはなんか道が見えるんだっていうことで、うん、そこで続けれなくなると思うんですよ。うん、で、それを押し切ってずっとやってたので、やっぱりその時の気合の入りようはもう違いました。もう欠けてましたから。もう定職はない。いつまでもそのフリーター、見た目は小敷みたいになっていく。いつ日本に帰ってくるかわからないっていうとこで、なんとかしなきゃいけなかったんで、まあ、かといって若いから、そのさっきの南米とはそういうやっぱり人種のるつぼですから。若いそんな欲望もありますし、それでいろいろなことを何とかしようとしてきただけですね。若い頃のそんな欲望の話は第2回目でここをね。今日はぶっちゃけすぎてますから、僕も。本当に限定じゃないと思う。限定じゃないとあかん、ね。もうどれだけでも聞いてられますね、この話。いや、すごい。本当に。すいません、すいません。なんかもう途中から入ってきて申し訳ない。いや、もう本にしてほしいぐらい、なんかもうずっと聞いてられます。まあ多分書けないこといっぱいあるでしょうけど。再再読んでさ、こうやって録画しといて、一般公開は一切せずに、俺が死ぬ前に一本の DVD にして高値で売るんだ。それはいいっすね。いい感じ。釣り人っていうより冒険家ですね、やっぱり。うん、でもそんな大げさなもんじゃないんですけどね。ただしたいことを、まあ欲望を抜き通してきただけっていう。なんかそんなもんですよね。なんかこう、好きなことを徹底的にやってると、他人から見るとすごいキーにするとか、
なんかすごい努力してるように見えるんだけれど、実は本人はそんなにこう苦に感じてないというか。そうなん、ずっとただ自分のしたいことをこうわがままで やり続けただけなんですよね、実際は。で、全然その辛い感じではないです。むしろこう釣り人生で言ったらなかなかここまで幸せな人いないんじゃないかなって正直な。あ、いやね、旗の僕から見ててもその例えば日本のね歴代でこう有名になった釣り師の中には、例えば 11P に出てた服部名人がいるじゃない、関東の。あのね、服部名人うちによく来てたんですよ。お、父親となんか親交があったみたいで。そういうつながりがあるんだね。服部名人の帽子ありましたもんね、うちに。うん、あの服部さんの凄さを大橋巨泉がいろんな男の子が好きな遊びは全部やる人間だから、大橋巨泉が。だから服部名人に目をつけて、麻雀だったら誰見つけてみたいな 11PM でやってたけど、まあ服部名人が有名で、ただあまり表にこう大々的に出るような人でもなかった。そこへ持ってきて開口武志が、はい、あの朝日新聞のオーパーとかフィッシュオンで出てガーッと有名になって、まああの頃ってすごい海外旅行ってね、円が360円固定相場の時だから、ものすごくどえらい高かった。ハワイに行くのに100万以上かかってたからね、あの当時は。その親父ってなんかあんまり僕に物買ってくれなかったんですけど、誕生日に海光さんの本だけは絶対買ってくれてたんですよ。で、僕はもうそれを何百回も読んでて。ああ、なるほどね。もっとトークとかで、うん、ペルーのそのミイラとか、うん、アメリカの召喚ですよね、あのストリップの写真載ってて、うん、僕は子供心ながらにこのおっさんは嘘ついてないと思ったんですよ。本当のことを言ってる、みんな大人が隠してることを、うん、全部言ってくれてると思ったんで、うんうん、もう虜になってですね、うん、で南米のあの花火たちとかいう感じで、そのカショールがブワーンってこうルアーがこう光ってる、宝石だし花火だしね、うん、もう絶対行くって決めてたんで、もうその時から。なあのさ、だからまあ服部名人は海外も行ってるけど、基本的には江戸の釣り師で国内の釣りが主だったじゃん。それと服部名人と同時に、11PM で出てたのが、あの全日本サフという日本で一番大きい釣りクラブがあるよね。全日本サフを起こした小西和人会長が、まあ、この2人がすごく仲良くなった。でそこへ大橋巨泉が入ってきて、で開口家はまた別なとこで小説の世界でこうやったし。で当時俺が二十歳そこそこよ、はい、実は、はい、開口さんはもともと純文学作家だったのを朝日新聞から企画持ちかけられて、釣りが好きなんだったら世界の釣りの旅やりませんかでガーッて広がっただけで、もともとは服部名人や小西和人っていう日本の、ね、近代の最高の釣り師2人が日本の釣り文化を大きくしていて、で海外の釣りは海口県が広くようにこう知らしめて、釣り師のロマンをこうすごい煽ってくれた。俺の中ではこの3人なのよ、まず。で言うのも恥ずかしいんだけど、この4番目に来るのがボンバーザ・テルなの。そんなこといませんよ、全然いませんよ。ドーンってあの親子ほど世代が飛んで出てきたのよ、ズッバーンと。だからすんごい心惹かれたのよ最初に。いい、そんなもう恐縮です、全然そんな位置にはいません。だって海光武さんはすごいことしたけどね、料理人は連れていくわ、カメラマンいるわ、大所帯で金の朝新聞出すまでやってたわけだ。毎日新聞だったっけ、どっちか忘れたけど。でもてる君はたった一人で乞食旅ですよ、世界の。死も覚悟して、うん、これを ほぼほぼ俺最初にやった日本人釣り師だと思ってるんで、もう尊敬に値するから、もうな。いい、全然全然こんなことないです、本当に。ただですね、これは今後今こうやってズームができるように、今僕がやってたようなことは、うん、とても簡単にもっとできるようになってきますので、あ、確実にこのジャンルは今から絶対に伸びるんです。伸びるよね。僕もその未来を手助けするためにこのボンバダというメーカーを立ち上げてやってますので、あの、うん、まあどう簡単に予想しても日本はこれ以上
ね、魚が増える方向にはいかないとは思いますので。いや、もう完全にパイは縮んでいってるから、どん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 間違いないです。うん、まあ、世界には手つかずの自然がありますので、そこに、うん、今このスマホがこの、まあ、次 5G になるとすれば、とても簡単になりますし、あと20年以内に僕、言葉の壁はなくなると思ってるんです。うん、AI がね、やってくれるから。はい、素晴らしい翻訳機が出るのか、何かそのいろんな技術で、だから僕はもう子供は別に英会話教えなくてももうそんなんすらなくなってくるんじゃないかなと思ってるんですけど。分かった。ドラえもんの世界になる。翻訳マスクってね、マスクして喋ったらね、現地語に、ね、変換されるというね。今 Google 翻訳でもすごいんですよ。すごいね、 Google 翻訳。かざすと、カメラにしてかざすと文字が読めちゃう。どの国の言語も日本語に訳してこうそのままカメラに映るんです、ね。あ、そうですよね。はい。前タイに行った時同じようなんですごい楽でした。そうでしょう。で、うん、そんなんも含めて今後あとまあここ2年ぐらいで言うとブラジル旅もそのタクシーがウーバーになってですね、めちゃくちゃ便利なんですよ。もう普通のタクシーの3分の1ぐらいの値段ですし、もう常にもうその普通のドライバーがお金稼ぐため、まあ日本で言ったら白タクみたいなもんですけど、うん、しかももうカードでやってたら、そのドライバーとのお金のやり取りもないですし、うん、もう非常に便利で、もうそんないろんな便利なことがもういっぱいアプリ出てきてるので、もっと日本人がバックパッカーもっと流行ると思うんです、今後。で、若い人がもっと行くブームが何かきっかけがあると思います。だってこの10年だって開業ハンターが何人出てきた。はい、もう今すごい数いるので。すごい数いるよ。びっくりする。今世界に してる、まあまあコロナがあったからあれですけど、コロナの前で世界一周してる人だけでも何万人じゃないですかね。でも増えましたよ。すごく増えました。増えたね、開業ハンター。本当に。これやっぱり南米があれなんですか、その秘境みたいなところでは、やっぱり 南米よりも他のところもまだ秘境みたいなところってあるんですか。あ、いっぱいありますけど、僕はやはり何が違うかっていうと、僕はもともと20の時から生き物業界というか熱帯魚のプロなんですね。そこからの派生なので、僕はアクアリウムの目線なので、自分の中でそのレアというか、まあ、レアイコール、値段が高い、うん、そのツボみたいなのがこう自分にもありますし分かってるので、うん、最初はもうほとんどアクアリウムファンが見られてたんですよね、ブログとか。あ、まあ写真見るだけで楽しい。南米の魚の情報が他に入ってこないんですよね。あ、てるくん、ちょっと話の途中なんだけど、はい、とりあえず2時間経過してる時点でね、ちょこっとちょこちょこっとチャットの方に質問が来てるので、はい、一つはね、カッチャさんって人だけど、はい、僕がいつも使っているフィッシュインさんで買ったスナップのボンバダさんなんですか、知りませんでしたって。ああ、もう。お世話になっております、ありがとう。せっかくなんでこれ多分ね見てる人10-20人ぐらいしかいないんだけど、はい、でもほとんどの人がね応募買ってくれてるはずなんで、はい、線形細いのにやたら強い、ボンバタスナップ応募の、ま、制作秘話じゃないけど、どんな風にして作られて何を目指したもんなんかちょっと軽く説明してください。まあやっぱり南米でも使いますので、その線形だけではもう無理なところまで来てたんですね。そこを今度強くするにはもう焼きを入れるしかないんですけれど、それの焼きがね、焼きが入ってるってことです。なので、ちょっとカラーが違うんですけれど、うん、まあ焼くということはそのバネ化するんで、うん、最初1回目締めるときはかなり強いんですけど、うん、2回目、3回目になってくると、1回弱く感じるんですけど、その押すところが、う
もし何回も使う場合でしたら、あのここの返す力が弱まってきたときは一回広めていただいて使っていただければ、最高の性能で使っていただけます。ありがとうございます。それを開かずにまた弱いままやってると、その、それが何かの表示で押された力によって開くことがありますので、例えばルアーが重くて大きいのをつけた場合で、ジャークの場合でしたらルアーがこっち行ってるのに糸が反対に引っ張られた場合、そこで押される時がありますので、ただの点強度では凄まじいパワーを出してるんですけど、あのバネ成分が強くなってるということを意識していただいて、あんまり何回も使ってて、ここの押しが弱くなってたら一旦広げてはめてもらったら、100% で使っていただけます。高強度スナップっていろんなメーカーさんがいっぱい出してるじゃん、いろんなもの。はい、まあ、またさらに開発しておりますので、お楽しみください。お待ちくださいませ。あそこまで焼きの入ったスナップってなかったよね、現実に。そうですね、焼きの入ってるのってないと思います、ね。僕はね、実はね、ボンバとテルは知っててもあんなスナップを作ってるって知らなかったのよ。でうちのインクスレベル の、 フィールドスタッフに福岡 の、 ブルーブルーのテスターも兼任してる小賀亮介っていうのがいて、はい、でこの小賀と一緒に錦江湾に旗釣り行ってたの、はい、うん、そしてか、亀屋さんだったかな、あの錦江湾の海岸沿いのところにはお店があるのに、小賀君と二人でちょっと、釣り具を補充しに行った時に、小賀がボスこれめっちゃいいんですよって見せてくれたのが、あのモンバタスナップオーボだったのよ。え、何それって言ったら、これテルさんのところで作ってるやつなんですけど、これものすごい気に入って使ってるんです。ゼロ番の方ね。あ、そうって、ゼロ番買ってその日使って、おーって感動して、こんなん作って、だってボンバタテル、ボンバタアグアっつったらアマゾンの魚を釣る用品しかないイメージだから、まさかゼロ番のスナップがあるなんて想像もつかなかったし、実は教えてくれたのうちのスタッフが。なるほど。青物とか使うのにボンバダスナップですね、これ。うん。いいもん、やっぱり。あれ、エジングにいいんですよ。青物とかジグに使う場合、その押されてっていうのをさえ気にしていただいたら、はい、サイズに合ったここの硬さですね。はい。いうのがあるので、エッグスナップ形状かというと、はい、もうアマゾン違うなと思ったら3頭ぐらいで買えるんですよ。うん、ウッディに変えれるスナップじゃないと嫌だっていうので、あの形状なんですけど、弱点は一つ押されるっていうところがあるんで、はいはいはい、ですので、その押す力のルアーによってはその番手をよく考えていただかないと、小さくなるとその押すところですよね、その直線の強度、あの強度で見るんではなくて、そのただ巻きするルアーだったらもっと小さい番手使っても全然大丈夫なんですけど、ジギングとか、はい、ダイビングペンシルとか、はい、そのこっち向いてるのにこっち側にキュッと強く引く場合は、あのちょっとかなり大きめを使っていただかないと、でそこのデメリットを、まあまた全然違う方式のもう一個スナップがあるんですけど、一長一短があるので、まだその、別バージョンのものと、合わせて使っていただくといろいろもっと幅が出るかなという。結局トリッキーな使い方で、ある程度重たいルアー使う場合は横方向の圧力に対して強いスナップでないとダメってことね。はい、そうです。だからもうオフショアとかだったらリングになるじゃないですか、その用意があるからなんですよ、はい、なるほどね。なるほど。小さい番手はまさにインクスさんにぴったりというか、あの小さいルアーで旗を釣るとかいうのに関してはとてもとても適していると思います。あの普通の堤防からのメバル釣りにはいらないんだけど、磯の尺メバルとか35とか下手すら40近いのメバル釣ろうとするといるのよ、はい、ちっちゃくても強いやつがね。もうそういう用途に関してはとても合ってると思います。うん、まあ今日はね、初めてで1回目だから、もうてる君は今後この手のやつはちょこちょこ出てほしいので、今日はざっくりいくんですけど、次の質問、
はい、ストレンジさんという方なんですけど、いや僕ばっかりいいんですか本当に。ちょっといいですいいです、訪問された世界の都市で最も治安が悪かったのはどこでしたか。ナイロビ滞在中は夜中にしょっちゅう銃声を聞きましたが、どこが一番治安が悪かったですかって。あ、そうですね、南アフリカもまあまあやばかったですね。南アフリカ、僕が行った当時ではコロンビア。コロンビア、はい。まあ、今は全然そんなことないんですけどね。コロンビアは麻薬カルテルで町が成り立っているようなところがあって、つまり日本でいうところのヤクザ系の人がたくさんいるんじゃないの。そうです、もうタクシー運転手がコカイン進めてきます。夜のタクシー運転手はもうここにパーって粉を一列になんかこの試験管みたいなのがシャーって出してスカって吸って、吸うみたいな。もうお菓子レベル。なるほど。もちろん僕はあのしてないですよ。20人しか見てないよ、でも。いい。まあそれぐらいのお菓子みたいな値段で売ってます、しかも。あ、やっぱ安いですね。で、それを普通に吸ってる娼婦と警官が喋ってたりするし、南米とか見てるともう何が正しくて何がもう悪なのかもう分からなくなるというか、なんかむちゃくちゃなんですけど秩序の取れてる、なんかこう日本の感覚とはもう全然違いますね。だから僕早くブラジルに戻りたいのは、あのボルソナロナ大統領が言ってることも、あとそれと街の感じがどんリアルなとこはどんなとこなのだっていうのを早く知りたいですけど、もう一回見に行きたい。なるほど、そうか。いやー、しかしよかったですね今日ね、ここ参加した皆さんは本当にあのもう最近さ、このコロナ騒ぎのおかげで、スカイプだズームだフェイスブックだなんだかんだでライブやってるよ、いろんな釣り具メーカーさんが。うん、あの中でもね、今日ちょっと特別な感じがするよ僕。まずお話しする機会ないっすもんね。まずこんなことは聞けないし、てるくん自体もあの自分でライブやってるけど、こんな濃くまでやってないよね。もうこれもうぶっちゃけすぎてますからね。だいたい釣りのテクニックの話、質問が多いもんね、あれやると。はい、でもなかなかこう答えづらいですよね。その、やっぱり僕いつもレオンさんがこうあのこと細かく答えられてるのを見てすごいなって思うんですけど、こっち側が言いたいこととやっぱりそのそれが何かわからないので、こうほとんどタックルの話になっちゃうんで。そうね。うん、はい。そこにちょっと温度差があるかなみたいな、あの、まあ、でもメーカーなんでそこは本当は言わないといけないんでしょうけど、それもあるけど、それよりもあの知りたいことに答えてやって信頼関係を作った上で、こっちが俺が本当に教えたいことを後で教えていくんですよ。でも入り口でその彼らが知りたいことにストレートにある程度こう答えてあげないと信頼関係ができない。なるほど、そう思ってやってるんです。それが一つと、もっと根底にあるの、僕の場合は。釣り具メーカーをやろうと思ってたわけでもないし、釣りで有名になろうとも思ってなかった、全然、17年前までは。ただ、服部明治も師匠だったし、広島の釣り仙人と言われた師匠がいたのね。で、それと先輩たちもいて、あの、20代後半の頃に人生救われたのよ、あの、彼ら。名人クラスの釣り人に一つはこう男の子として、将来生きていくこの糧になるような釣りじゃなくて人生哲学が釣りからこう見出せるような教育をされたの当時で、それを今木原師匠とか服部名人にお返ししようと思ってももう彼らいないわけですよ。にじゃああの恩恵を受けた僕のライフワークって何なんだろうと真剣に考えたら、後から生まれてくる特にルアーフィッシングが
興味を持って好きになる人たちへ、僕が師匠や先輩たちに受けたのと同じ薫陶をその後の人に同じようにしてあげるのが結局多分僕が与えられた役目であり宿命なんだろうっていうのがね、根底にあるのよ。あ、でもそれは僕もあるんですけど、うん、その話を行く前に、うん、タックル話に引っ張り込まれるっていうのが、その見たいとこまで行かないんですよ。気持ちも分かるんだよね、僕はね。そこから入りたいって聞きたいっていうの。そこしか頭が働かないもんだって、普通はね。そうですね。でも 逆に自分も人に聞くときはそうなってしまうかなっていうのはあるんですけど。でもね、まあ結局俺たちは釣り具を商売に結局なっちゃってるけど、本当にやりたいことはやっぱり文化の継承なんだよね、実を言うとね。綺麗事言ってんじゃなくて、絶対にあるよね、根底に。はい、そうです。うん、まさに そこへついてきてくれる人がたくさんいれば、なんとか僕たちはご飯だけは食べていくことができる。で、基本的にご飯さえ食べれればいいっていうスタンスなんだけどね。そうです、本当そうです、うん、で続いてほしいよね。そうです。そうじゃないと、うん、売りたくないものまで売らなきゃいけなくなってしまうんで。そう、サイン抱えたら特にそうなるよね、はい。売れてるときはいいけど、出すもんがなくなって、売り物がなくなったときに、サインを食わすために、作りたくないもんまで作らなくちゃいけなくなるっていうのが、まあ、一つは釣り具メーカーのジレンマなんだよね。はい、そうです。本当にそうです。本当にそう思う。だから伝えたいことと外れていくんですよね、どんどん。もう、そっちに追われて。うん。うん、じゃあね、もう2時間も超えてるので。あ、申し訳ないです。いいんですかね、これ。全然大丈夫。じゃあ、今、僕の画面の一番上にずらっと出てきて、今井さんから最後に、ボンバだって、なんかないですか？順番にいきますか。ピラルクはどうやって釣るんですか？あの、ピラルクはですね、意外に草魚っぽいんですね。へぇ、はい。夜は草食べてるんですよね。知らなかった、初耳。で、現地ではあまりスポーツフィッシングの対象とはされていません。うーん、あと、ね、あとドラグを出してやればミディアムヘビーのバスロッドで取れます。へえ。最後溺れるんで、っていうのもあって、溺れるんで、肺呼吸ができなくなって溺れていくので、向こうの釣り雑誌には出てないです、ピラルクは。うん、やっぱりその大きさで、アマゾンといえばピラルクでしょみたいな感じなんですけど、違いますね。ニコックバスの誰よりも大きいの釣るのが一番の栄養ですね。餌で釣ろうとしたら何餌が一番よく釣れるの？20〜30センチの魚を、まあ、ズル引きですね。そこはやっぱり あのあれだ、ベータブルじゃなくて、ほうれん草束ねたやつとかじゃなくて、ベイトフィッシュなのね。そう、雑食なんで。あ、雑食なんだ。はい。だから、ゲーム性ですよね。アメリカもあんだけいろんなアリゲーターガーとかいろんないますけども、みんな目をくれずにブラックバスじゃないですか。はい、はい。まあ、そんな感じです。はい。じゃあ、ケイタクヤさん。たら、あのアメリカのオールドルアーの話もあって、あとライトゲームは日本は先進国だっていう話もあったと思うんですけども、はい、日本のそのライトゲームのこの先進国っていう状態がずっと続いていって、日本の中でもライトゲームの業界からそのオールドルアーに匹敵するようなルアーが出てきたりとか、まあ、業界が成熟していくような可能性みたいなんていうのはありますか？例えば、うん、アジングとかなんてもう狂気の世界ですよね、もう皆さん、その最先端ですよね。、うん、もう技というか、まあ日本はやっぱりその棚子をはじめ、そういう技という意味では、うん、いくらでもその楽しみ方をまあ持たれてるというか、うん、そういうジャンルに関して言うと、とてもすごいと思います。うん、はい、今のタカさんの質問に僕が最後の部分答えるとするならば、うんうん、この技術面であるとかそこら辺の研究熱心さっていうのはもうず抜けてすごいんだけど、うん、一方で我々がやってるのは餌釣りじゃなくてルアーフィッシングなわけ、う
で、餌釣りは全然否定する気は毛頭ないのよ。だけど、ルアーフィッシングというカテゴリーの中で、釣りをしたいなと考えるならば、もっとその文化としての根源的な、フライフィッシングはどうなんだ、ルアーフィッシングどうなんだと考えたときに、もうちょっと成熟しなきゃいけないけど、そこ割合おろそかになってるんだよ。そこだけが僕は気になるね。ライトゲームでもプラッキングと、そのワームの差というかですね。まあ、ブラックバスで言うなら、もう結構、その、ね、あの、ネコリグやらナナって、こう、まあ、どっちかというと、餌釣りに近い、ルアーフィッシングですよね。それが、プラッキングっていう方になると、極端に、まあ、特に、うちのメーカーは短い竿を出してるんですけど、ルアーを操作するっていう竿を出してるんですけど、やはりもうブラックバスとかでいうともう巻物ばっかりなんですよ。7フィート、8フィートの。今まで、ハイアングラーがもういろんなことを全て習得したハイアングラーをが持つタックルを始める人がまず持ってしまうっていうところに問題がある。で、例えばブラックバスで言うならクランク、トップ、まあその全部のジャンルを一個一個やり込んで習得していってパターンゲームに全部を自分の武器にしてパターンゲームにするんじゃなくて、パターンを履き違えてるというか、その全部持っていって投げてやってみるけど釣れないから最後のポリグで釣るみたいな。でもそれは、まあ、ちょっと商業が行き過ぎてるのか、そのやはり業界としてはそんだけ売らないとっていうことで、まあ、やってきた今のそのしっぺ返しというか、まあ、ブラックバスの今トーナメント系が全く売れなくなってるのはこの幅で11本の差を出してるからです。僕ら、うちだと6本がこの幅です。このちっちゃい魚から人間よりでかいのまでで6本なんですよ。それがこんな幅で11本出してるんです。で、それはもうそれを出した時にそっくりまたゴルフクラブと一緒ですよね。もう全部新機種になったんで入れ替えてくださいとか。はいはいはい、で、カーボンなんてその特別な技術進歩がないんです、ここ何十年。その、とんでもなく新しい製法が生まれたっていうのはほとんどないんですけど、なのに毎年毎年新しい差を出して、まあ商業主義が行き過ぎてるんですよね。たくさんたくさん売ろうとして。5年前に、とか7年前に販売した差が、設計が古いとか言うからね、今。決まったそうだ。じゃあもう前に出したん嘘ですかっていう話なんですよ。2年前に出したん最高やって言って出してたのに、2年後にもう最高じゃん。そのガイドが新しくなったとかって分かるんですよ。軽くなったとか。でもそのカーボンがまた変わりましたとかいうのは、ガイドで変えていくと思います。そのガイドはやっぱり新しい技術でこうし、富士はこう進歩していってるんで薄くなったりとか、で結局竿の値段はガイドの値段みたいなとこあるんで、ガイドのレベルで値段帯の差も出ますし、大きくブランクが一緒で2万円台と、ガイド変えただけで5万円台とかになったりね、極端なこと言うとね。だってアルコナイトとね、軽ガイドじゃそんぐらい差ついちゃうからね、実際、うん、あれ僕だいぶ脱線してますかね、答えに。いや、もうすごい聞きたかったとことなんで、うんうん、まあ、いろんなことにこの話は派生すると思うんで、まあ、全然脱線してないと思います。そのいろんな要因があると思うんで、うん、またいろいろ聞きたいことあると思うんだけど、次2回目にちょっと、はい、送るということですね。じゃあ次は修正さん、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあテルさん、あの僕はピーコックバスをですね、人生で1回釣りに行きたいんですけど、はい、ただまあどうしても仕事っていうのがまあ、あるんで、何日間ぐらいの空き時間というかを用意できたらですね、そのピーコックを釣りに行けるもんかなと思って、まあ1週間は取っとけとか、どうかな、まあ、正直に申しますと1週間では全く無理です。そのツアーにもよるんですけど、僕はツアーをやってないんであれですけど、最短13って言ってましたかね。まず、その国間、まずブラジルとかに行くまでにもう2日2日かかるんですよ。ああ、はい。乗り継ぎの時間も合わせて、大体、国内移動とかも合わせると、飛行機乗るだけで2日2日かかるんで、もう4日ですよね。で、さらには現地について、その最後の大きな都市についてからの移動もありますから、もう絶対そつないように乗り遅れないようにってばって やるんですけど、はい。だからもうめちゃくちゃ世話しないです。もうブラジルの文化なんてほとんど見れないんです。
もう釣り場にドアトゥードアでついていって、13日間ですかね。あ、それが最短の時間のないビジネスマンの行ける、あの水口さんとかがやってるあのとか、あのビッグトラウトとか、こんなツアー会社がやってる最短が、それのアマゾンの短いあれですね。僕は一緒に行く場合はもう1ヶ月近く取ってもらいます。その代わり、みんな個人旅行で仲間として行くというスタンスしか行かないです。なかなかやっぱりそうですね。いや、さっきの、テルさんの、まあ、言語の壁とかっていう壁自体は確かになくなるんだろうなと思うんですけど、こと日本人に関してはこの時間っていうやつが厄介だなと思ってですね。じゃあね、はい、僕がいい情報あげる、はい、絶対気に入らんと思うけど、はい、ピーコックバス釣りたいんだったらハワイ本島にピーコックバスをいっぱい離してある池があるから、はい、ツアー会社に頼めばすぐ釣らしてくれる。ああ、いや、そうなんです。実はですね、九州でピーコックバスを離すっていう釣り堀ができるとかできんとかっていう話があってですね、期間限定で。それはまだ今からの話なんで、一番簡単に近場で釣れるとハワイが一番近い。なるほど。でもそれも一行かなと、とりあえずまずちょっとピーコック。とりあえず釣ってみたいとね。そう、どういう引きなのかってすごい気になるんですよ。その、まあ、なんでしたらタイの海魚釣り堀に行けばいいんじゃないですかね。あ、タイもあるね。うん。バラマンディとかのやつですよね。まあでもそれと野生は全く違いますけど。そういうことですね。だって細かい話だけど、日本だってそうだもん。エリアに入れてあるヤマメと天然のヤマメの渓流じゃ全然違う釣りだもん。そうなんです、まさにそうなんですよ、うん、そのネイティブを釣りたいのか養殖を釣りたいのかという話です。まあまあ、それを言われるとやっぱりネイティブですよね。ということで1ヶ月ね、どっかで撮りましょう、人生の中で。そうですね。はい、じゃあ、釣り堀もあんなサイズにはなりません。ならない。あと残ったのは地球さんか。いや、自分使ってもらうのはもったいないですけどね。いやいや、まあまあ、同じ釣り人ですから。そうですね。なんだろうな、こう、まさかこれが壊れるとは思わなかったみたいのってあります？なんか、捨てて魚を。なるほど。いっぱいありますよ、そんなのは。まずベイトリールのハンドルがよく壊れます。日本で使っててハンドルなんて壊れへんじゃないですか。ハンドル折れるとかってことですか？うん、はい、ハンドルのノブが弱いですね。ああ、ノブのシャフトが弱いってことね。はい、ガタガタしてきますね。へえ。いろんなところでベイトリールが結構限界が多いです。それはもうやはり日本はフィネスの方に走っていくんで、強い方向にはいくらも開発されないです。そうですね。だからそういう意味で言うと、ベイトリールはまだまだ進化の余地があるというか、全然満足する位置に来てないです。テラとか、やはりそっちの、ね、南海の大物を釣るように、ドラグ25キロとか、そっちの方が開発されていて、はい、ちゃんとその値段で買われる方がね、値段を出される方がおられて、ビジネスが成り立ってるから開発されていくんですけれども、うん、ことベイトリールに関してはもう今現状のままでバスには十分です。もう何使っても、うん、よくリールは何ですかって聞かれるんですけど、何でもいけますっていう感じなんですけど、あと多分そのフィネスな距離とか身と巻き量とか、多分そのそういうことなんでしょうけど、うん、やはりアマゾンで言うともう限界を使うんで、あちこちが壊れます。で、一番僕がびっくりしたのはギアがみんな飛ぶって言うんですけど、ギアよりも真ん中のローラーベアリングの軸が行きます。あ、ストッパーの、はい、枕木の入ってる、はいはいはい、そこがよくこ分解すると、あ、こんなとこに負担がかかってるのかと。で、シマノはドラグが湿式なんですね。グリスの力で鉛筆の芯みたいな硬い、CD みたいなカーボンのつるっとしたものを合わせてニュルニュルニュルっていう、そのグリスの力でこう、やってるんですけど、それはグリスなんで出だしがよくいいんですけど、最高ドラッグが出しにくい。ピュアフィッシングは鑑識なんで、カーボンの布、うん、編んだ布をこのドーナツ状に切ったものと鉄板を合わせて
うんうんうん、布なんでギュッと押し付けたらグーって硬くなるんで、出だしはカッ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 って悪いんですけど、最大ドラグが出しやすい、うん、っていう、 こうメーカーの、まあ、違いがあるんですけれど、それをシマノとかでこう材質を変えて強い、もっと強いので言えばゴムと鉄にするともっと食い込むんでガッてもう固まるぐらいいくんですけど、うん、ここまですると、もう車をいじるのと一緒で、まあこっちを上げたら今度クラッチが強度が開いと潰れるということで、もう強度に耐えないので、結局、ま、ちょっとマニアになっていろいろ改造とかしてたんですけど、結局もう芯の部分が弱いんで、小さくで強いいるっていうのはまだまだ夢の。キクさんは、俺テル君に去年相談したことがあるのよ、うん、あの茶色丸旗だとか筋荒のバカでかいやつだとかね、あの南西諸島行ったらあんなのが釣れるからリール何しようっつったらね、なあれ石田リールかなんか勧められたよ、テル君に。そうですね、なんだったっけあれ、どこの石田リールだった？ C ラインです。台湾の C ラインですね。あ、はいはいはい、日本では石田リールなんですけど、結構あれマレーシア製とかで、海外では名前が C ラインで、石田とかがついてなくて、いろんな魚に使われてるんですけど、うん、あの鉄のアブの1万番とかより、今やもうあのプラっていうんですかね、あれはなんていうんでしょうかね、あの材質の方が強いかったりするんですよ。台湾とかはザイオンみたいなこと言うてますよね。あ、カッパーのやつですか。あの軽くてまあまあ歪みが少ないというか、なんか人間ってこう鉄の方がなんかむちゃ強そうな感じがするんですけど、もう、あのオールドタイプの1万番とかって結構もうボディが歪むというか、うん、鉄やるフレームが歪むという、あの、うん、歪むって言った方があれですね。樹脂は割れなきゃ元に戻りますからね。鉄でいうともっと一体構造みたいなやつにならないと、まあまあシマノの高いやつとかも一体構造ですよね、うんうんうん、ただ旅には不向きです。あんなんでこうバックパッカーの旅しろって言われたら、あのリール1個だけでめちゃくちゃ重いんで、でそのバランスがなんか、しかもこうあのその C ラインとかだったら安いので、うんうんうん、PE を使うのであればもっと小さいオーシャンマークのとか今開発してあるんですけど、 PE の場合はそれでいいんですけど、ナイロンで川の流れがあってこうナイロンでぶっ込みでナマズ釣りますとかいう場合はやっぱりナイロンじゃないと水を切らないので、あの川が流れてるので、うん、PE は編んでるんで水を噛んでヒューっても穂先が曲がって、あのもう何もかかってないのにこうラインが水を受けすぎてですね、うん、っていう釣りもあるので、まあ、まあ一概にはこう言えないんですけど、その用途によって。そうなんですよ。そのやっぱりバランスですよね。その持っていけるのか、自分のタックルで取りたいのか、まあ、現地にあるトローリングリールみたいなのでいけるのかとか。経験しないと、やっぱそこに求めるものが何かっていうのは全然わかんないんですね。想像はつかないんですね、うん、こっち側では。キャスティングできないトローリングリールだったら、ぶっ込みのを投げ込むこともできないですよね、まず。うん、20メートル先にドボンって入れるだけでもそれすらできないとか、キャストもできて強くて軽くてってなってくると、まあ、どのバランスを取るのかっていうのでいうのがあります。で それがこう、まあ、自分の用途には石田リールがまあまあ一個忍ばしてとか、もっといいのはそれはもうスピニングタックルがもっといいんですけど今や、うん、ただそのガイドが大きくて、あの僕がアマゾンに持っていくタックル、ロッドケースっても缶コーヒーと同じ太さなんですよ。ほう。これに全部入れて持っていくので。ああ、確かにそれじゃあ、まあ、スピードが入らない。うん、ああ、なるほど。で今やパックロッドが流行ってるんですけど、パックロッドを作るのが非常にその強度を出すのが難しくて。うん、で竿が重くなってしまうので、まあ、南米 そのジャーキングロッドには向かないというのがあってですね、うんうん、なんか不可能ではないんですけど非常に難しいです。で100キロオーバー その魚を取るときに、そのクラスのロッドがパックでできなかったら、1本だけ長かったら全くパックの意味がないんで、うんうん、全てのロッドがパックになるんだったら意味ある。それを
まあ、何回も開発し途中で断念してることが多いですね。僕もそれが夢なので、もう結局全てのものを、ね、カバンに入れるっていうのはそれは最高なんですけど、それが、本当に全部できるやつなんかっていうと今世には出てないと思います。ないと思います。いやいや、すごい話が聞けてますね。よかった、来てもらって、今日は。いや、もうなんか、うん、すいません、もう、先輩に呼ばれたので。いやいや、だからチャットの方見ても、終わってほしくないって言ってるんですけど、こういつまでもだらだらと、こういうことはけじめよくね、切りよくやらないといけないんで、はい、そろそろお開きの時間となるんですけど。もう夜が明けてしまいます。まあね、二人きり喋ったらそんななるしね。まあでも、先は長いし、折に触れて、てるくんの時間があるとき、僕の時間があるときにちょこちょこやりますんでね。今日参加の皆さんと、チャットライブの方にで、あの密かに見てるだけの人もね、やっぱりこうこのルームの中へ会議室へ参加するっていうのはね、さっきから見ててお分かりでしょうけどね、すごい意義があるんですよ。でとてつもなく今までに知り得なかったような情報も得られるわけで、僕らプロの立場から言うと、普段世間的に紹介するような場面では喋れないこともね、こういう形で喋れるので、ぜひ今チャットライブで見てる方たちはですね、ぜひぜひあの話の内容がどうだったかを伏せていただいて、聞いてよかったと、目から鱗がね、1億6000万253万枚落ちたとかね何でもいいですよあのいや本当にそう思っていただけたんじゃないかなと。で特にこの入室してね、お話聞いていただいた皆さんは多分そう思っていただいてると思うし、まあこれね、多分まだ序の口なんで、うん、本当の釣りの面白さね、まあルアーフィッシングに限定されてますけど、まだまだ奥深いと僕は思ってるし、皆さんに知ってほしいこともいっぱいありますので、こういう、まあ、サロン形式レオンズバーと名前つけてますけども、ぜひ利用していただくように、ぜひ皆さんにもね、広報活動も、チャットライブの方にもお願いして、次につなげていただければと思いますので、よろしくお願いします。今日、入室していただいた皆さんね、あの多少勇気もいったと思うんですけど、来てくださってありがとうございました。 ありがとうございました。ありがとうございました。盛り上がりました。てるくんもあの琵琶湖で一生懸命釣ってた、多分今日やるのを半ば忘れて琵琶湖でキャストしてたと思うんですけど、あの1時間以上もいてくれてね、本当あの助かりました。めっちゃ、いや今日本当にもうすいません申し訳ないです、ありがとうございました。すごい楽しかった。あのライトゲームの僕と、アマゾンの怪魚ハンターの筆頭格にあるボンバドテルという、もう全く対極にあるキャラクターでありながらね、実はあの根っこのところで共通してるというところもね、見てくださった皆さんはちょっと感じていただけたんじゃないかと、実はそこ一番表現したかった先は長いよということで、はい、ぜひ、2回目をお楽しみに、ね、待ってていただければと思いますので、はい、ということで皆さん改めてお疲れ様でした。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 楽しかった。はい、じゃあまたの開催を楽しみに、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあね、もう12時も近いのでぼつぼつ、はい、ご飯も食べましょう、お腹も空きましたんで、はい、じゃあおやすみなさい。はい、おやすみなさい。ありがとうございました。はい、どうも。